久保州北陸アイドル部の目指せゲームマスター第4回がスタートします。イエーイ。北陸放送アナウンサー久保田周平です。そして、はい、はい、北陸アイドル部の寝ても覚めても夢の中、あーちゃんこと北川彩香です。あーちゃん、よろしくお願いします。お願いします。今も夢の中。そうですね、今も夢の中。ずっと夢の中。そうなんですね。あーちゃんは普段ゲームします？はい、普段ゲームはゲームセンターとかでリズムゲームをよくしてました。はいはい。あ、へえ、うん、リズムゲーム、例えばなんてやつですか？チューニズムっていう、ほうほうほう、こうやって手をめっちゃ高く動かしたりするゲームがあるんですけど、はいはいはい、それをめっちゃハマってました。得意でした？そんな得意じゃない。あ、そうなんですか。今回はですね、格闘ゲーム。おー、格闘ゲームってどんなイメージですか？戦う戦う、まあそのまんまですね。今回バーチャファイターというゲームで対戦したいと思います。うん、先週はですね、石本真弥ちゃんに僕勝ちました。ということで1勝2敗なんですね、アイドル部と、はい、なのでここで僕は勝って追いつきたい、はい、イーブンにしたいということですけども、意気込みは何か？意気込み、もう勝つ、絶対勝ちます。絶対勝ちます、はい、ということでこれから対戦していきたいと思います。いやー、負けてしまいました。勝ちました。いや、ちょっとね、です。まあ、あーちゃんの反撃がすごいすごい、なんか頑張って、もうとにかく攻撃しようと思ってずっとボタン押しちゃったんですけど、はい、なんかそれでなんかいつの間にか勝ってました。くそー、いつの間にか負けたのは悔しいな。まあどうでした、でも実際やってみて初の。そうですね、こういうゲームすることなかったので、うん、なんか迫力、大画面っていうのもあるので迫力もすごいし、なんか本当にお相撲さんのリアルな技すごくいっぱいあったので楽しかったです。うん、いやー、本当に楽しかったんですが、悔しいな。これでね、北陸アイドル部のみんなは3勝1敗ということでね、今負け越しておりますが、次回こそは頑張りたいなと思います。久保州北陸アイドル部の目指せゲームマスター、ぜひラジオの方でも皆さんお聞きください。